ここが鹿田駄菓子ね。ここ鹿田でいいのよね。はい。え、お自己紹介、私はしだれホタル。僕は鹿田九つ。なんだかピザが食べたい気分だわ。しかも納豆も食べたい。こんな時はどうしたらいいのかしら。悩むわ。ちら。え？つまり最高の組み合わせを作ってこの私を満足させてごらんなさい。なんかゲームのラスボスみたいなこと。逆？うまい棒？まだ弱いわね。ピザ味とオニオンサラダ、コーンポタージュでイタリアン気分セットなんつって。見えるわフランスが。イタリアですけど。ということはあなたがヨウさん。ポテフでいいかい。ええ、いただくわ。何この展開。ここで行ってくれ。でもね、カラカラチキン味はマジで辛いから注意が必要よ。いい子を彼女にしたな。彼女？違うよ、この子は父さんに用があって。でも私もう好きな人がいるから。誰誰？教えてよ。それはほらほら、行っちゃえ行っちゃえ。私の好きな人は、ホタルさん。そう、私ポッチ君が超タイプなのよ。あなたそっち系？意外。超可愛いじゃない、セラフとかヘヘテロとか。はい、いい？よく見てなさい。はあ、ほら、一口食べただけできな粉がこんなに胸元にこぼれちゃうのよ。ほら、ちゃんと見なさい。わかった、はい。つまりそこから導き出される答え、それはワンショットキル。デビルズソード。見なさい小林くん、この技なら連続でキナコボを食べることができるのよ。こぼさないように食べるという話はどこに。この満足感最高。おいしくてごめん。本当に私たちもなってみない？おとなに。大人って、そういうのはもっと段階とか踏まないと危険っていうか。大丈夫。生だけど安全なやつだから。それはなおさらちゃんと深く知り合ってからっていうか。へい、お待ち。それは水に溶かすとやけにリアルなビールになるで評判の生意気ビール。
美味しい。リンゴがパイナップル味のジュースみたいだね。えホタルさん、生意気ビール飲みながらのうまい棒最高ねえ、うまいうまいビールおかわり。でもうちの店にはないってさっき。うまいうまい、ボボ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 ボ、安いでかい、ボボ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 ボ。うわホタルさん、リバウシダレホタル、もう寝ちゃいます。ミラーココナッツ。何これが俺たちの希望だ。このやたら暑い日だからこその暑い豚麺、ココナッツ最高だな。うん、この状況で食べる豚麺が一番美味しい食べ方なのかも。まったくだ。ごちそうさま。ん、遠藤くん鼻血。え、なははは。